どうも料理のおじさんリュウジです。今日はですね、超簡単にできる低糖質メニューですね、ネギ塩豚豆腐ってですね、めちゃめちゃうまいレンジでできる、火を使わないですねお豆腐料理を、作っていきたいと思います。はい、それではですね、材料紹介いきたいと思います。まず豚バラ肉が 100g、 長ネギですね3分の1本ですね、あとこちらが絹豆腐です。絹ごし豆腐 150g です。じゃあまず、耐熱容器にお豆腐ですねを入れます。で、その次材料を切っていきますね。だいたい豚は 4-5cm ぐらい、 4cm ぐらいか。はい、これでですね、お豆腐の上に乗せていきます。パラパラと、なるべくね肉が重ならないようにしてください。肉が重なると、肉同士がくっついちゃってね、後で剥がすのが面倒くさくなるので、はい、面倒くさくてもいいよって方は別にドカッと乗せちゃってもいいんですけど、まあバラバラで、乗せた方が僕はいいと思います。あとね、火の通りも悪くなっちゃうのでね、なるべくバラバラで、やってみてくださいね。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じになりました。はい、次はネギを切っていきますね。基本的にですね、料理の手順として本当は肉の後に野菜を切ってはいけないんですけども、今回はネギ切った後に加熱するので大丈夫です。加熱すると殺菌できるので、切り方はね、小口切りで大丈夫だったと思う。はい、ではネギが切れたので入れていきます。ガサッと、本当はこれぐらいでいいんだよね。ちょっと大きいネギだったんで、今日はネギだくになります。まあ、ネギね、たっぷりあっても美味しいんでね、火を通すと結構 しぼんじゃうので、はい、こんな感じですね。あとは調味料を入れていきます。はい、コンソメですね、小さじ1強です。まあ、すり切りよりもちょっと多いぐらいのをパサッと、お塩、2つまみです。はい、あとレモン汁ですね、こちら小さじ1です。はい、かけました。あとですね、黒胡椒、これね、たっぷりかけてください。あとでもかけます。はい、こんな感じですね。そしたらラップをしまして、600W 3分、ちょっとね、ネギが多いので少し多めにやります。3分20秒やります。はい、はい、3分20秒あったのがこちら、レンチンしたのがこちらですになりますね。お肉は、はい、ちゃんと火取ってますね。はい、これをですね、まあ、ちょっとネギの方にかなり味がついてるので少し混ぜていただいて、こちらを盛り付けていきます。豆腐はね、丸のままなので、スプーンですくいながら、盛り付けちゃいます。で、最後にさらにブラックペッパーをあしらいまして、はい、ネギ塩豚豆腐の完成になります。はい、それでは出来上がりましたので食べていきたいと思います。いただきます。うまこれね、かなりうまいです。ほとんど豚バラが結構脂の強い部分なんですけども、レモンがそれをね、すごくさっぱりさせてくれています。あとネギの香りもね、すごく効いてていいですね。さっぱりと食べられます。これね、おつまみはもちろんなんですけども、ご飯のおかずとかですね、あと結構ねボリュームがあるので、これ一杯だけで、お腹いっぱいになったり、するのでですね、糖質制限中の方も、すごくおすすめのレシピになって、おりますので、ぜひですね、電子レンジだけでできちゃうので、この暑い時期にぜひお試しいただければなと思います。このレシピが美味しそうだなとか、作ってみたいなとか思った方は、ぜひ高評価、およびチャンネル登録をよろしくお願いいたします。